そんなん聞いてないし。聞いてないし。さっきどうやってやったんだろう。めっちゃへの字うまくなかった。もうできない。でー見て、今だけお家がお月見にアイス買おうと思って、アイス買おうっていうか今日ねちょっと散歩して帰ってきたの。お西あのなんか気持ちが良かったから、雨上がりのなんか夜道がね、聞いて、今日お西さ発見したんだけどさ、思った今日発見があったの自分の中で一個。大西さその散歩して今日帰ってきてんけどさ、散歩って言ってもまあちょっと遠回りして帰ってきたぐらいなんやけど、なんかね大西今日前向いて歩いたの。なんか違うの。いや別に今までが後ろ歩きしながら歩いてたとかそういうわけじゃないんだけど、なんか前を見て歩いたの今日。なんかあれなんか広いってなって、でそれで気づいたんだけど、大西今までっていうかずっと下向いて歩いてたんだと思って、なんかこんな広いんだってなった。世界っていうか街道路というか、あなんかこの道ってあんな続いてるんだとか、そう今までなんかこの辺見ててずっと。そう、うん、いやもちろん下は向いてるけどさ、まあ人とぶつかりはしないの、まあそのぐらいの程度では歩いてるんだけど、ただずっと下向いてたなと思って、そうだからこうしてみたらすごくなんかすっきりしたっていう、そんだけ。なんか自分の中でさ当たり前になりすぎててさ、下向いて歩いてるのがなんかそれを気づけた今日、良かったなって思った。そう本当に黄色じゃん。まず半分、そういい帰り道でした。大事、とっても大事。なんかそう明日からはちょっと前向いて歩こうと思った。いただきます。黄色、お月様、いただきます。視覚過敏と顎関節症が一気に来た。ま、魔法で。
段の味違うと、うん、一緒すごい皮がなんか溶けてる溶けるの早くない？虫が前向いた向いてないとかそんな話したから溶けちゃった。一個食べたら直そう。なんか雪見大福ちっちゃくなんか？なんか。こんな大きさだっけ？うんちが大きくなったのかな？なんかさ、ここ3日ぐらいさ、ずっと聴いてる曲があってね、そう、流れ星に何を願えばいいんだろうみたいな曲。なんか 前から好きだったんだけどさ、最近さらに好きになった。総監督とキャプテンズ、AKB のAKB のサステナブルだったかな、サステナブルかどっかのシングルの、そう3日前ぐらいからずっと聴いてる。めっちゃ好きやな曲、ぜひ聴いて。あれあるのかな、カラオケ見たい。あの曲みんなにも知ってほしい。ないかな。ないわ。残念。ちょっとみんな聞いてみて。残念ないわ。ちょっと聞いてみて。流れ星に何を願えばいいのだろうっていう曲。あれかな。あれだからないのかな。でもあるよね、カップリングの曲。お、今聴いてますよって。本当？めっちゃいい曲だから聴いて。最近の大西のハマってる曲。
そうか、劇場版は入ってないこと多いかも。あ、そうなんだ。そう、じゃあ好き、サビ好き。なんか1サビとね最後サビでね、なんか意味が違ってくるのがなんか好きなんだ。いいよね、なんかすごく好き。AKB 以外だと誰聞くの？わかんないの。この人聞きますみたいなっていう固定はなくて、いい曲だなって思ったらいい曲じゃない、聞いたりしてるんだよね。総監督とキャプテンの歌って、そう、総監督ミーヨンさんとか、あのリンリンとか、あのサッホーさんとかがあのキャプテンだった時代のみんな、皆さん、そう、リンリン、サホさん、コミさん、ユイリの4人のキャプテンかな。うん、コミちゃんの声がいいです、あの曲で。いや、わかる、めっちゃわかる。今日それめっちゃ思ってた、昨日も思ってた、お風呂で。あの曲のコミさんの歌い方めっちゃ好きなんだよね、上手。うん、めっちゃいい曲、あれいいな、あれいつか歌いたいな。うん、カラオケでも行き歌って、あ、どうだろう、カラオケに行かないからな全然。うん、なんだよね。うん、今回のリクアワには入ってないんですか？リクアワ入ってないよ、入ってない入ってない、だって劇場の曲だもんね今回のリクアワは。今回のリクエストアワーは劇場の曲のみなので入ってないと思う。うん、あれは違うね。うん、すっかりカラオケ行かなくなったってね。行かないくなるよね、なんか昔なんであんな行ってたんだろうと思う。でもカラオケはすごくちょうどいい休憩場所なんですよね。え、そう、でも休憩場所でもカラオケ使わなくなったの。昔は空き時間とか寝るために行ってたりとかしてたんですけど、うん、何年行ってない、いや何年ってこともないと思うけど、今年行ったのかな、春とかそんぐらいに行ってそうだけど、あんま覚えてないわ。そうね、男女6人で言ってるの、あ、言わへん方がいい。言わへん方がよかった。確かに高校生の頃とかは全然行ってたの。あ、ごめん、甘い。そうだね、高校生の頃は行ってたりしてたね、お友達とね。懐かしいな、本当にあの時お騒がせいたしました。あれももう何年前だろう。よくそんな時代のあれを知ってるね、おにし。AKB 入る前のお写真だったので、そうね、ちょっとまあ
申し訳ないとしか言いようがないんですけど、まあまあ、そうね。お風呂まだです。今あの沸かしてるんです。お風呂。ケンコバ配信楽しかったって。うん。うん、楽しかった。ちょっと全てが難しすぎてちょっと疲れちゃったけど私には全て難易度が高いものだったので、ちょっと疲れちゃった、岐阜の場所間違っちゃってましたね。で、わかんないよ、場所まで場所まで覚えてないよ、都道府県。8に入ってようやく47都道府県が言えるようになったんだけど、西は。あ、まだわかんない、場所が。全部言えるの47の素敵な街へっていう楽曲を歌ってからはもう歌えるようになったかも。感想に全都道府県言ってるので、だからそれでやっと覚えたので、もう西も。だから都道府県のさテストとかすっごい苦手だった。歌を歌えば全部言えるって、逆に歌を歌わないと全部言えないんだよね、むしろ。それか、そうだね、うん、それでしか言えない。じゃあ逆から言ってみてとかやれたら無理だもん。うんそうなんだよね。沖縄、鹿児島ってなっちゃう。うん。そうだね。わかんなくなっちゃう。そう。だから北海道、青森、岩手、宮城のリズムじゃないと逆に言えないの歌詞として覚えてるから。そうなんです。でも他の皆さんが詳しすぎて、あの稽古場配信、そう、みんなすごいなってなった。そう、主演のレナちゃんに至っては現役なので、もう西と9個違うからね、ほんと、さすがだわ。うん、石田役の人って天然なんで大勢さん面白いよねあれ、これこの話せえへんかったっけ、してないか。大勢さん、あの今回の石田醤油役のなんですけど、大西もその本読みがあって、一回その本読みの前日に歌稽古があって、歌稽古で一瞬ご一緒して、でその次の日にあの顔合わせ本読みがあって、でその時からそれこそ3日4日前ぐらいまでは一緒にならなくて、あのお稽古がお互いこう入れ違いというかお仕事で、で久しぶりにお会いしてお稽古した日
で帰り道かな、帰りっていうかその稽古場から出る時、なんか何だったかな、大西はその自分の出てなかったシーンの確認がしたかったから稽古が終わって、であの代役してくださってた方にあの教えてもらってたんですね、ここで出てみたいな、ここで移動してここでセリフを言ってみたいな、ミザンスって言うんですけど、そのそれを映してもらってて、で割と30分ぐらいそれをやって、よし帰ろうってなって、そしたらなんかいて、大成さんがあれみたいな、30分ぐらい前にお疲れ様でしたって出ていかへんかったかなと思ったら、あのでっかい、多分あの北海道かどっかでお仕事なさってたから大きいキャリーバッグ持ってたんですよ。だからキャリーバッグ忘れちゃってって言って、そう一回途中まで帰ったんですけどみたいな、もう一回戻ってきましたみたいな、あそうなんですねみたいな、でエレベーターあの一緒に乗って、であの大成さんの方がボタン側に立ってくれてたんですよ。であのエレベーターのところにこう通るあのキャストさんとかにお疲れ様でしたってこう大成さん言ってこうやってボタンを押してんねんけど、全然閉まらなくて、開くのボタンを押しながらあれ閉まんないみたいな言ってて、そうあそれ相手開けるですみたいな、それ開く押してますみたいな、はあ、そう本当に面白いよね。そうだから本当に多分天然さんなんだろうね、天然記念物かと思うぐらいの天然さん。おいくつなのって、いや多分同い年やと思うねんな、大西今回の座組同い年多分多くて、大西でも大成さんも同い年で、さっきの稽古場配信を見てくださった方は感じたんじゃないでしょうか。じゃあ大西さ、カルタのところとかさ自分映ってないと思ってたからさ、めっちゃちょっとさなんかそう指さしちゃったりしてたんだけど、うん、大丈夫だったかな、うん、めっちゃおもろかった、あのあの稽古場配信でねカルタしたんですよ、めっちゃ難しいカルタ、そうでもう他のみんなはこう理解してゲームに取り組んでるんだけど、一人だけ最初これどういう原理でみんなやってんのみたいな言っててほんまに面白かった、そう本当に面白い、最後のコメントも面白かったよねなんて言ってたっけ、なんか皆さんのなんかすごいこと言ってらっしゃったよね、うん本当に面白い天然さんなんですけど、多分大西はまだ1週間ぐらいしか多分あの一緒に過ごしていないので、まだこう何とも言えないんですけど、ただ本当にすごい方だなっていうのはもう多分今回その大成さんの演じる翔也の物量がもうすごすぎて、セリフだったり歌だったりそうなんですけど、全てにおいてすっごい物量なのに、ちゃんとこうセリフも歌もしっかり入れてきて、歌もめちゃめちゃ上手だし、うん、ずっといる、うん、
だから本当にすごいなって思った。あとそうだよ、手話だって多いから翔也の役は。だからすごいなって思います、本当に。うん、すごいなって思いながら見てます、ももちゃんは今回どうなの？出番ってこと？どうなんだろうか。大西的にはとってもなんだろう、大西的にはすごいなんだろう、好きな出番の多さというかなんだろうか、出番の多さ的にはちょうどいいというかなのかなって。うん、だから、そういう人がいるだけで気役場も空気和みそうだなって。いや本当そう私の人は宮下さんね。宮下さんは大西今回2回目の共演なので、なんか心強いです。大西的にはあの宮下さんぐらいしか今回知ってるキャストの方いらっしゃらなかったので、うん、優しい方です。面白い。ネットフリーで声の形見れるんだ。あ、そうそう、ネットフリーだっけ、見れるよね、どっかで。虫も映画見た、海カノの時に見て涙腺が崩壊してた。年上ですか宮下さん。年上。この間38歳のお誕生日を迎えておられました。うん、全く知らない人の現場よりも知ってる人がいると少し安心する。そうね、だいぶ違うよね。全く知らないってここ最近はないんだけど、そういえばそういう舞台は。去年って何してたっけ。去年君戦となんか舞台やってたっけ。うん、そあ、ジプキャンやってたのか去年は。そうだね、そうだね、その2つか。去年も2つだっけ。ちゃんと、そうかそうか、多分実況も知ってる人いたもんね。その前がもうキョンシーか。じゃあそのキョンシーで大西は宮下さんと共演してたので、キョンシーも知ってる方いたから、そうだね、おどんどの年？去年？おどんどって去年だっけ？まだ去年なの？おどんどって？もうなんかさ、うん？キスバイエイトっていつ？じゃあ
何4個もやってたの大西舞台去年一昨年ん記憶が何が正解なのか。でもそうだ、おどんどは去年だ。いやでもおどんどとさキスバイエイトってなんか一緒にやってたっけ。そうだよね、そうだよね、なんか一緒にやってたような記憶がある。一緒に稽古してた気がする、キスバイエイトと。え違う、本番やったっけあれ。いや覚えてないや、なんかでも一緒にやってた気がするわ。みんなよりも遅れてキスバイエイトの、てかキスバイエイトのお稽古が全然なかったんだよ。しかもそうそうだそうだ、で5月ぐらいに5月6月ぐらいにやったんだよね、ジップキャンを。なんか 4つやってるんだよ。2つって言ってたんだけど2つって言ってたんだけど結局4つやったんだよ。懐かしいわ。そうだね、マジで全く知らない人だったの。おどんろがそうだったんだ。いやまあでもおどんろもイマジンさんがいたから全く知らないっていうわけでもないんだよね。難しい。そうだ、イマジンさんがいたから心強かったりはしたかな、あの舞台は。うーん、白雪姫、白雪姫もやったね。あれはいつあれはいつ、あれは一昨年やったんだっけ。白雪姫4日か3日ぐらいしか稽古なかった記憶なんだけどあれね、懐かしい。とっても懐かしいね。本当によくやってたよ。だから一昨年が激ヤバだった年ってことだよね、大西。そういうことだよね多分。違う、一昨年がもう大西がもう爆発した大西が爆発した年だったのよ。あれでしょ、夏に、じゃあ、まあ、まあ2月とか冬のやつとかは除いて下半期だよ、下半期。8月ぐらいにさあれやったでしょ、三国無双やって、三国無双やって靴のやつ、靴の舞台やった。靴の舞台やって、そうだ、串木のスプリントかやって、悪の娘もやったね。え、そっか、うん、三国無双をやって8月じゃあ9月だっけあれ本番、9月ぐらいにやって、10月に悪の娘で、10月にもう一本串木、11月に、うん、11月に白雪姫で、12月にキョンシーだっけ。そうだ、もう大西はもうここでバーンってなったんだそう、本当にあの時さあ、あれいつだっけ、でもなんか台本さ、うち一気に3つぐらいなんか覚えてた時期あったんだけどさ、あれは何の台本だったんだろうか覚えてないわ。もうでも冬ぐらいだった気するんだよな、それは。またそれは別のやつなのかな、多分ね。それはまたあれだ、その年の多分ね
1月2月ぐらいにね、なんかあったんだよ、舞台と映像かなんかがあって、結局その映像って世に出たのかな、それもあんま分かってないんだけど、なんかでもね、いっぱいやってた時あったんだよね。くらいであるの？え、わかんない。あれってどっかに出たのかな？なんか、なんか一回やったんだけどな、映像。近藤さんとかが出てるやつ。マネーのなんとか。マネーのバカってあれいつやったっけ？もうそれも全然覚えてない。登山部のやつかなって。いや、違う。だって俺宣伝もうそれした記憶がないもん。近藤さんが先生でみたいな。え、あの作品ってなんか出たのかな、わかんない。アマプラ、あ、そう、お友達が学校の先生に、あ、そう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 、それは出たんだっけ。もう待って、全然なんかもう記憶がなんかさ記憶がもう、そうだ、それで姫ちゃんと大西は、姫ちゃんっていうあの悪の娘で一緒になった。え、待って、違う、悪の娘は姫ちゃんじゃないじゃん、三国無双で姫ちゃんと一緒に、そうだそうだ、あ、もうなんかいろいろ記憶がもうやばいよね、もう記憶がもうもうね、無です。こんなにも忘れてしまうようになってしまったのか、私は。そうだ、一瞬の恋か、そうだそうだそうだ、確かに整理したらきっとね、わかるんだろうね。頭の中でこうやってやるとわかんなくなる。もうこんな時間だ。20分に終われるようにするわ。そうだ、懐かしいね、いろいろ。おどんろが去年っていうのがびっくりだわ。まだ去年なんだ、おどんろって。もう8年ぐらい前のなんか、あれなんだけど、うん、もう8年前ぐらいのなんか昔かに、うん、懐かしい、まだ踊れるって、踊れない踊れない、全く踊れないよ、どんろ。自分のソロダンスも忘れたし、覚えてないな。ただ今でも曲を聴くとなんかその時の感情がブワーってなるからね、まだ聴けないの、西。最後の曲とかは聴けない、もう西。オーケストラ無理でしょ、そうそうそう、それ、その名前の曲だ、聞けないの、にしやばいよね。ランダムでさ、こう音楽とか流してたらさ、たまに流れるんだけどさ、だから今の携帯入れてないもん、その曲。前の携帯には入ってるんだけど、今の携帯にはね、入れてない、思い出しちゃうから、うん、ねえ、なんでこんなにさ記憶から離れないんだろうね、あの舞台モドンロ、ほんとすごい、ずっとね脳裏にこびりついてるんだよね。なんで聞けないの、トラウマって
もうほぼそんな感じになっちゃってんのかな、なんかわかんないけど。いやでもトラウマって言ったらすごく言葉が悪いけど、ある意味なんかそのぐらいの勢いだったかもね、その時の感情が。うん、いい意味でトラウマになってるかもね。うん、懐かしいな、本当に本当に。あの舞台大西大好きだった、踊ろう。みんな本当に大好きだった。うん、うん、ね、あの雪もあの時期で大変だったけど、ね、新宿のレッスンと、あの時はショールームイベントかな、ショールームイベントとおどんろとその他のお仕事もろもろみたいな感じで、あの時もいろいろ大変だったけど、でもあの舞台は本当に一生好きかも、好きかもっていうか一生大好きな舞台です。本当に「うん、マジンさんの待ち受けは変えたん?」変えた。うん、新しい携帯になったので。新しい携帯は奈々さんのやつです。そう、前の携帯は前の携帯もあのチョロちゃんになってたわ、猫になってた。そう、今の携帯はあの新しくなったので、ナナさんのインスタストーリーで、何がきっかけで変えたんだったっけな。そう、でもあのなんか大西がなんかイマジンさんのやつを待ち受けにしてるみたいなやったら、すごいいろんなたくさんご意見をいただいて、あっってなったのはなんか記憶にあるから、その時に書いちゃったのかな、なんかあんま覚えてないけど、あんま覚えてないけど、なんかその意見が来たのを覚えてる。そう、うん、ダメだったみたい、男性からいただいたやつを待ち受けにするのはあんまり良くないみたいっていうのを学びました。でもいや、こんなこと言ったらやめとこ。でもすごいね、ずっと気になってることもあるんだよ。でもここで言ったらさ、言えないんだけどさ、難しいよね。女性と男性なんだろう、難しいよね。うん、こう、難しいよね。女性と男性だと結構いろいろ言われちゃうこともあるけど、女性と女性だったらあんまり言われないとかあったりとかなかったりとか、その辺って難しいよね。うん、女性と女性とかだったらむしろさ、メンバー同士のとかファンの方とか割と好きだったりするじゃん、誰と誰みたいな、あれはいいんだって なったりするんだよね。難しい。
じゃあ大西がもし彼女作ったらもし彼女を作るってもしなったら、それはそれでどうなるんだろうっていう、難しい。そう、この辺って難しいよ。うん、あのランキングの方にもこれ以上言ったらちょっと怖いわ。うん、あれすでに彼女いるんだよって。そうだね、彼女おいし何人いるんだろうだっておいし彼女も彼氏もだって結婚も何人いるんだろう。お話し会来て結婚してください、いいよ彼女にしてください、いいよ彼氏にしてください、いいよ、うち何人いるんだろうか。本当に自分でも把握しきれてないんだよ、自分に今恋人が何人いるのかうん、おかしいなおかしいな。大西の彼女手挙げて、何人いるかな。1,2,3,4,5 今からなってもいいですか、いいよ、よし、じゃあ5 6 7 8 9 10、あーいっぱいだ100人ぐらいはいるのかな。じゃあはい、大西の彼氏手挙げて、はい、あ1,2,3、あーいっぱいだあーあーいっぱいだいっぱいだ。今見た感じでもう30人はいってるね、彼氏じゃあ私は。で彼女今30人ぐらい、彼氏も30、5、6人ぐらい、もっといるな、今50ぐらいいったかな。すごくない？50人の彼氏と30人の彼女、結婚、あの旦那はじゃん大西の旦那は何人いますか。一夫多妻、逆、妹になりたいです。あ、妹はね無理なんですよ、ごめん、妹はねそうなれないんですよ。そうやっぱ、うん、なんかいろんなこう契約があってっていうのなら大丈夫なんですけど、そう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 、そうなんです。やっぱね、あ、妹になるにはどうしたらいいんだろうね。そうだね、いろんな多分申請が必要になってくる。うん、兄もダメ、それも多分いろんな申請が必要になってくるよね。それかね、あのお店のママと結婚するかみたいなってなったら、義理にはなれるよねっていう。そうだね、ちょっとその辺はちょっともしあんま詳しくないから、難しいからちょっとあんま言えないんだけど、うん、そうだね、妹になるちょっと大変かもしれないね。でも彼女ならすぐなれるよ、彼女でよければ彼女でよければもう今はなれるから、うん、うちのが手取り早いかもね、うん、そうだね。ペットはって、うん、ペット人間でなければいいけど、ペット、うん、そうだね、うん、そうだね、ちょっとみんなじゃあ頑張ってくれ、私の彼氏彼女夫妻のみんなじゃあちょっと家事終わらせてきて、大西の代わりにはい、あなたは洗濯、はい、あなたはお風呂、はい、あなたは洗い物はい、あなたはベッドメイキング
さあじゃあ散れみんな散るぞ。大西もお風呂入ってくるから一斉に散るぞ。よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ今日、1位マークアコードアットマークオタグ大西大地空手田さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が MM ルールズアットマーク幕張の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、RTO アットマーク大西くんマリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がさとちアットマーク大西くんさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がたまちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒柴のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がうららさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が大西かきアットマーク大西がアットマーク電球変えたり高いところのものを取りました、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですかでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。みんなあれ聞いてみてね、流れ星に何を願えばいいのだろう、ぜひ聞いてね。じゃあね、バイバーイ、おやすみなさーい。